今回紹介するのは、一瞬でイエスを引き出す。心理戦略という本です。もともと、人の心を読み、誘導するメンタリズムの技術は、ビジネスと親和性が高いと言い続けてきた第5が、誰にでも簡単にできるメンタリズムを、交渉やプレゼン、販売や接客。 クレーム処理などといったビジネスシーンに置き換えて紹介メンタリストという肩書きからして怪しくて人を思うままに動かしてやろうという感じが気に入らないが内容は至ってまともで相手をよく観察して相手の意図をよく知ることが大切だという教えこちらの思うように相手を動かすことはできないが相手が思っていることを先回りして これでしょというからイエスを引き出せたように見えるおもてなしや気配りと同じようなことであるそういう意味で接客や対人接んを行う人には参考になると思う相手を好きなように動かしてやろうと考えている人にはがっかり感があるはずだがそんなうまい方法はないと考えるべきだろう以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。